ト旧、mm、砲はソビエト連邦の砲である本法はもともとドイツのラインメタルが開発したものだったが、組み立てや開発がベルサイユ条約によってドイツ国内では困難であったため、ラパロ条約に基づき秘密裏にソ連領内で開発が進められた。ドイツはこれをもとに修正を加え、1 5トルシグ33を開発し、 ドイツ国防軍が不評法として採用、終戦まで活用した。シグ33の元となった本法はソ連に引き渡され、1932年8月にテストを実施、労能石軍の装備に採用された。重量の割には威力も高く運用しやすかったとされるが、設計がやや複雑で量産性に欠け、増産は早期に打ち切られたため、少数の配備に終わっている。 重量や用法は、不評法に近く、これより、重量のあるシグ33は、不評法として扱われた一方、老能赤軍では、大体の砲兵が扱う、軽球法として使用された。独組戦を経て、不評法ではなく重迫撃砲を重要性を認識したソ連は、160mm 迫撃砲 M-43 を開発。こちらは大量生産が行われ、戦後も、 東欧の衛星国に供与されたほか、エジプトにも供与され、第一次中東戦争で使用された。本砲を T-26 のシャーシに搭載した、自走砲が SU-5 から3として試作された。1934年に試験を受け、赤の広場のパレードにも参加している。しかし、T-26 の車体に 152mm 砲は、あまりにも無理があるとして、 1935年に計画そのものが打ち切られ、SU-5 から3がその後どうなったかは定かではない。SU-5 から3と思われる、自走砲本法をモデルとした 15cm シグ33。ありがとうございます。